建設重機喧嘩バトル打ち切れんとんかー。さあさあ、先週でもないけど、ハヤトと香りだっけ、香るだっけ、香るだか、香りだか、京子だかがいい感じになって見せつけてくれたとこだぜ。さあ、全くわからん。この後どんぐらい続くかもわかんないし。そうなんだよね。でもなんかね、戦闘画面見ると、うん、あと3キャラぐらい新キャラが出てきそうなんだけど。2人と1匹。そう、2人と1匹。あ、松葉山。松葉山が動いたか。半年経っても給料が払われねえって。ここに来てか。松葉山さん、こんな朝早くからお出かけ？え、バレた。一緒に住んでんのみんな。なんか泣いてない？泣いてる。松葉山さん。あ、え？お前本当に松葉山か。そんなにすげえ腕の重機使いがいるってのか？あ、また新しい重機使いが。はい。ショベルの華麗なアームさばきは松葉山以上だということです。裏切り？どういうことだ。修行するってか。そうは言っても顔も居場所も分かんないんじゃ探しもないわね。怪しいな、そんな噂を信じるな。手がかりは獅子の丸という名前、そして腹に大きな傷跡があるということだけです。なんで腹を見たんだお前は。腹の傷をどこで見たんだ。わしはぽっちゃんの股間を見ております。いや腹に傷のある男、近い獅子の丸か。腹に傷、なんとか探し出して味方につけてえもんだな。ちょっとみんな来て。京子ね、京子。松葉山さんの部屋の前にこんなものが。あ、引き止められなかったんだ、京子ちゃん。みじ、えぇ、みじが、いや、偽物だな、こいつ。どういうことだ。なんだ、その獅子の丸だか、なんだか、あれか、大塚芳純さんの人かな。あー、ベスか。ベスがなんか、しかし松葉山って、字がめちゃくちゃ下手だな。ジェイクか、ジェイク。そんなことに感心してないでよ。いや、松葉山の字じゃないでしょ、気づいてみんなこれ。ちょっと前に、ここで松葉山さんとすれ違った時、彼、泣いてたのよ。泣いてたところ大号泣だったけどね。何？泣いてた。兄弟かな。生き別れた兄弟とか。松葉山のやつ。あのことを気にして。ベスの顔濃い。心当たりがあるの？ハヤト。でも腹。ああ。戦闘会。昨夜みんなですき焼き食ったの。食べたんだ結局あの後。あの時あいつ味付けが濃すぎるってブツブツ言ってたんだ。いやでもありえるな、松葉山ならありえる。ああ言うか。それで？だけでも泣くかって話。だからそれだよ、やつが出てった原因は。いい年こいた大人が泣きながら出ていくとしたら、やっぱ原因は食い物だろうが。あ、そうなんですか。あ、まあでも泣くことあるか。いや、あるかもよって。そんな大人はあんただけよ。あ、そういうタイプ。熱いな。大人では何やらって学生でしょ、まだ。あ、そうなの。ハヤト、この前ほら。あ、そうか、高校生か、そうかそうか。学生か、そうか。大人じゃないんだよね。松葉山さんは今後一家でただ一人のまともな人なんだから。あー、うん、そうだ、唯一の両親だったのに。うん、あ、G がG も反応しちゃった。とにかく松葉山さんを探しましょう。おー、京子さん、どうなら松葉山はおったかい。腹に大きな傷があるのかかもしれない。え、ダメ、かわいい。手がかりなしよ。途方に暮れて犬と遊んでたの。追い詰めて端っこに。ワンって今人間の声だった。怖い。あれ、あ、どこの犬や。紐がちぎれちゅうが。なんか犬逃げたら、こいつが松葉山になっちゃったの。あ、変身したのか。自分で噛み切ったのやろか。犬の手で頑張って書いたって手紙を。こっち来てみ。あ、噛まれる噛まれる。あ、尻。ここから。何するのおい。やりよるな。かわいい尻の尻尾。あ、お、あ、まさ。やるか。あ、なんちゅうありゃ。そう。動物参戦。かわいい。バカ。嘘ってことはこの二人のどっちかが戦うんか。そういうことか。初アダチのこれで実力が。俺は作中最強のキャラかもしれない。かもしれないよ。補正が入ったりするのかな、ワンちゃん。可能性あるね。ワンちゃん、倒すの嫌だね。ぶっ殺すって。いや、見逃してあげようよ、今回は。松葉山かな、あれが。うん。なんか呪いで。で、呪いです、呪いで。なんか、修羅部系ですの呪いで、うん、犬になっちまったのが。まあ、やることは一緒に下がってからまず主観画面に。なんであれ、ショベルカー赤。あ、色が紫の色キャラだ。下がって第三勢力。あ、え、乗ってんの、かわいい。マックスまで食べる。あ、足立だ、足立が打てる。うわ、あ、いや、ダッチの手当たりが、ま、うわ、杖。いや、こっちが何、あ、こっちが行ってんのか。ワンちゃん乗ってる乗ってる。押し合って久々になんかワンワンワンみたいな。いいね、可能性ある。お、弱えぞこいつって。馬にはまったな。さすがにワンちゃんに運転は厳しかったか。このワンちゃん私より有能だぞ。犬より使えねえ私。いいね、ワンからもあっちだ。こいつ弱えって。弱え。あ、かわいいショベルを探し始めた。一
けるな、普通に。かわいい、見てる、見てる。コメントもないわ、ね、ただ乗ってるだけ。あーかわいい。はい、終わった。ごめん、怪我させず、ワンちゃんに固まってるけど、まあ、右上に爆弾だよ、ね、あれ。えぇ、ー、大丈夫かな、右上に。あれか、あ、ほんとだ、ダイナマイトだ、ダイナマイトある、危ない。えぇ、ー、なんだったの。ワンちゃん仲間になったのかしら、うん、君が松葉山か。あ、でしたー、これ見て、なんだこの顔って。え、免許証、何これ、何これ、免許証ついてる。その腹の傷、腹の傷と、首に下げ中が、台湾子だったのか。なんだこの顔、かわいい、ピーターペッティグリューみたいなやつ。なんか、あー、獅子の丸、誰だこの写真、この色が獅子の丸か、獅子の丸。昭和生まれなんだ。住所と本籍不定でさ、免許発行してくれなかったね。松葉山を見つけにいて、獅子の丸を見つけてしまった。自分何してるんだろうって、うん、あら、それにしても松葉山さん、犬に負けたのか、どこへ行っちゃったのかしら。松葉山のことだから、うん、ワンって言ってるもん。え、あれ、どうした、終わり、これで変身した、終わった。最後に人間界に別れを惜しんで犬に変身してしまったのか。なんだったの、ワンコ。まあいいや、松葉山よりワンコでいいや、うん、じゃあこれからワンちゃんと一緒に戦っていこう。バイバーイ。